トミさん、はい、いい酒見つけてきた。ウイスキーユーチューバーかっこ自称として、はい、原点に戻んなきゃいけないんじゃないかと。なるほど。ウイスキーの、日本のウイスキーの原点ってどこかなと思って、はい、イオンリカーさんブラブラしちゃったら見つけました。なん、はい、でしょう。これです。ででーん、サントリーウイスキーホワイト。それやる？これはですね、国産ウイスキー第1号としてサントリーウイスキーさんが発売された、もう原点中の原点ですよ。いわゆる白ってやつですよね。白ってやつ、白とか赤で、白と赤があったやつですよね。そうだと思います。あの鳥居さんが、あの山崎のほら、結局山崎蒸留所を作ったじゃん、はいはい、でそこで国産ウイスキー第1号としてサントリーウイスキー白札っていうのを発売したんだって、はいはい、それが、こういう資格があったやつですか、多分それだと思う。で、それの現行バージョンがこいつだっていうことで、なんかその歴史だけ見ると素晴らしいし、うん、ね、僕らがいる上の先輩方たちは、うん、やっぱその白とか赤とかって馴染みがあると思うんですよ、うん、でも今の時代ってなんか核がこれの上位互換みたいな感じのイメージなんですよ、僕の中で。あ、核がそうなんだ。あ、なんか下町の居酒屋とか行くとさ、うん、あのボトル入れられて、はい、で核の方がちょっと高いみたいな。核が高いイメージですよ、うん、あれこれいくらだっけな。1000円いかになったかな。核よりちょっと安いぐらい。安い、じゃあ安かった。3桁で買えた。ってことで、ちょっとこのサントリーウイスキー白札ホワイトですね、飲んでみようと。でもやっぱさすがサントリーさんで、うん、モルトとグレーンだけなんですよね、やっぱし。そうなんです、その値段でも。やっぱりだからそのスピリッツ入れてねってところにもプライドを感じるね。なるほど、サントリーさん。だってどうなんだか分かんない。だって半分もうさ、うん、ストレートで飲むの当たり前じゃん。日本の国産ウイスキー第1号をね、ストレートで飲まない YouTuber が、ウイスキー YouTuber がどこにいるんだって。あ、俺声を高らかにして言いたい。これを飲んでない人がデビューするんじゃないよと、はい、よし、じゃあということで、はい、これが国産ウイスキーの原点でございます。なんか情報はあるんですか。ない。ちょっと調べながらやるか。香りはね、起きてきた、うん、いいっすよ。うん、一応ね、乾いた木材、軽くスモーキーフレーバー、水飴クッキー、青りんごっていう、特にこうちょっと人工っぽいような香りもしますけど、うん、まあまあ、でもなんか このクラスのウイスキーってアルコール感もあるよね。味はね、アルコールのピリピリ感、水飴、麦チョコ、青りんご、ふんわりスモーク。アルコールのピリピリ感、うん、あのね、これ甘さが、水飴っぽいやっぱり甘さがあって、なんだろう、駄菓子みたいだな。あ、ボンボンチョコレートとかの中に入ってるあのブランデーみたいな味しません？安い酒なんか消毒液みたいなお、結構甘いよ、水飴っぽいな。もうちょっと私、ハイボールにしていいですか。ハイボールにします。いや、これはね、ハイボールだと美味しいと思うんですよ、やっぱしサントリーさんなんで。でもこれがもし国産のウイスキー1号として発売されたんだったら分かる気がする。多分マッサンは本当にそのアイラとか、あっちのピートヒーダースモーキーな感じのウイスキーを広めたかったけど、多分日本人はそこまで慣れてなかったんで、こっから慣れさせていこうっていう部分で言ったら、僕は鳥居一派に入るですねあー、いいな、ハイボールか。よだれが止まんね。サントリーってハイボールでしょ。あー、いいね。ただの居酒屋だもんな、ここまで来れば。サントリーのホワイトをですね、はい、トリスのグラスで飲むと、うん、なかなかの畜生でございます。こういったグラスもね、家にはありまして。あー、やっぱうまいよ。そう、うん、あのハイボールにするとね、突然こうめちゃくちゃうまいじゃなくて、あの家飲みのお酒になるっていう感覚。酸っぱさがちょっと出ちゃうけど。酸っぱいか。
うん、なんかすごくコクがない、あ、コクがねで、甘みもね、なんでしょうね、あの今日どういう動画なんですか、うん、だから国産第一号ウイスキーを飲んで原点に帰ってみようという、あんまりにもね、我々はやれ、何、あのラガウリンだ、やれ、うん、あの山崎だとか、はい、あんまりにもいい酒飲みすぎだと、はい、苦情来るんですよ、来るんですか、来る来る、いっぺん来る苦情が、なるほど、なんでお前たちは一体何者なんだと、ああ、なるほどね、言ってやるよ、ただのウイスキーとの公開でございます、どこだ何だと思った、これ、パッて来たの、あ、なんか、またなんかスピリッツとかそっち系だと思った、いや、まあね、ナプさんもだから、どうせ安いウイスキー買ってきたんだろうなと。ただ率直な感想言っていいですか、うん、核を買うかな、そこの数百円はケチらないで核を買った方がいいんじゃないでしょうか、うん、いやーこれ迷うな、コストで言ったら あのブラックニック買うがこっちからかで言ったら、はい、結構迷う、あ、比較対象はあそこ、うん、ブラックニックのクリアみたいな、そう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 、はい、だからそこの価格帯を攻めてる、ユーザーさんだったら俺はこっちってもありだなって気がする。で、やっぱ癖が結構あるんですよ。あの炭酸で割ると酸っぱさっていうか、あの甘みもそんなになくなるし、ただこうアルコール飲んでるだけっていう感じはする。確かに喉の奥に最後酸味残るね。ある。うん、酸味ある。ちょっと割り方の量にもよるだろうけども、ちょっとこう酸味あったりして若干の癖があるんで、まあ一つ。ニッカークリアのあのね、普通のやつどう飲み比べで好みの方買ったらいいのかな。でもあ、ブラックニカの方が安いんだよね、実は700円で、こっち900円だったはずだから、じゃあ総括お願いしてよろしいでしょうか。うん、さすが国産純米ウイスキーそれさ、忖度だよね、我々はサントリーさんに忖度をしていくことで、あの名を上げていこうかと思ってますんでただ僕は、うん、サントリーさんは大好きですから、うん、みんな大好きだよ、核を買ってください、うん、まあぶっちゃけ核に勝るものはなしだね、はい、ごめんと、はい、いうことで今日はですね、原点に帰ろうということで、サントリーウイスキーホワイト国産第1号ウイスキーをですね、ちょっと飲んでレビューしてみました。レビューにもなってない動画ですけども、面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それから私たちは今後もサントリーさんに忖度していきたいと思います。